専用ケースに収納された、オーカセオカセ本体の写真。上部には、種類判別用の検出口が爪を折らない状態で、用意されている。左リールからテープを引き出し、右リール下斜めにある水をに通して、右リールに装着する。オーカセは、コンパクトカセットのリールを磁気テープごと脱着式にし、オープンリールとリール部交換式カセットとしたもので、ティアックによって開発された。 1984年2月にオーディオ擁期テープとして小型軽量化、リールテープ単体の低価格化を売りに商品化された。基本的にはオープンリールの長所である。基本的にはオープンリールの短所である。リールテープを取り付けることでコンパクトカセットと互換性を持つ。金属製でメガネ型にリールが見えるようになっている。固定リールへのテープの付け外しは、 手作業である。日立マクセル製、オーディオ用磁期テープ使用。記録時間はすべて、両面50分に統一されていた。リールホルダーとリールテープの単体売りのみならず、リールテープの個数の違うリールホルダーとのセット品や、リールテープの複数セット品、リールテープの多色展開など、多様な商品展開を行っていた。しかし、コンパクトカセット単体の低価格化により、 価格競争力が失われ、オープンリール的な使い方を求める消費者も多くなく、自然消滅していくこととなった。よく考えてみると、当時の日チ的な商品であるということが伺える。ありがとうございます。